バンデットニセデン太平記は河野辺真道による日本の漫画作品。南北朝時代の騒乱を記した太平記を題材にした漫画で、講段者のモーニングにて2016年45号から2017年48号まで連載していた。題字は平田博史による。なお、バンデットは山賊の意味だが、本作では太平記の時代に見られる悪党を指している。 鎌倉時代後期、少年、石は、正体の芸人として、過酷な労役を強いられていたが、ある日悪党の襲撃により、正体が壊滅したことで、自由の身となる。しかし、襲撃した悪党が、赤松氏の一党であったことに気づいてしまったことから、赤松氏党首、赤松延伸により一転して、処刑を命じられてしまう。全てを諦めようとした石だったが、 同じく処刑を待つ身となっていた、サルカジャを名乗る、男の提案により、生き延びるため赤松氏を相手に戦をすることになる。石の身体能力とサルカジャの策略により、たった二人で遠心率いる赤松軍を翻弄し、追い詰める者の、爪を誤りあと一歩のところで捕らえられてしまう。万策尽きた二人だったが、一人の青年の嘆願により除名される。 青年の正体は、東大天皇、五代醐天皇の子息王陶宮であり、猿ジャは王陶宮と共に、鎌倉幕府陶幕を企てる同士であった。石は、自分の国を手に入れるという目的のため、猿ジャと共に王陶宮一派として、聖中の変を戦う。聖中の変の後、石は、陶幕のため関東へ下校し、猿ジャがつてを持つ足利市の屋敷へ向かう。 サルカジャの正体は、アシカガ家当主、アシカガサダウジの長男、アシカガタカヨシであり、父と共に倒幕を果たすべく検索を行う。ところがサダウジは、裏でタカヨシの暗殺をも計画しており、サルカジャは、父と、アユジ、石と、命からがら屋敷を脱出する。サダウジは、息子アシカガ公主と、アシカガタヨシに天下を取るよう言い残し、石は、致命傷を負った。 サルカチャと離別し一人で倒幕の旅に出る。サルカチャと別れて7年の歳月が流れ、青年に成長した石は、河地国の車狩り、楠木正重のもとに身を寄せていた。正重は、ひりつきたいという危うい欲望を持っており、五代後醍醐の挙兵に従い石とともに、倒幕の兵を挙げる。一度は、破れて潜伏するが、正重は、天検の要塞地早城を築き再起。 石もまた、機内各地の悪党を救合し、正重のもとへと集う。地城の牢城戦は、一進一退で、こ着状態となり、石は打開のため密かに包囲を脱出し、京へと向かう。営に君臨する幕府の中枢にして、最強の要塞、六原短大を陥落させるべく、石は、悪党軍団を率いて、決戦を挑む。ありがとうございます。